どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、石津ティアラメンズデッキなんか新制限で弱体化を受けたという話を聞きました。弱体化って何でしたっけいや弱体化って何でしたっけ。あの一応あのインスタントフュージョンと愚かな服装ですね、これが取り上げられるということで、まあ、これが一番になって、これがまあ禁止になるということで、まあ、これをまあ一応新制限に合わせて作ってきたんですよ。ね、なんか弱くなってる感じ全然ないねいやマジで、あの結局まあちょっと安定感はまあ確かに若干ね、若干ですよ、若干落ちた気はしますけども、結局そのなんかその基本ムーブがまるで変わんないから、このデッキ何も弱体があってないじゃね。はい、というわけでなんなら逆にティアラメンツ環境が加速したんじゃねえかと、言われているんですけれども、早く、愚かな服装を返してください。で、今日新制限 のティアラメンツ回していくんですけども、私最強カードを見つけてきましたのでご紹介していきたい、ブリリアントフュージョンです。はい、これインスタントフュージョンの代わりにこれぶち込みました。これどういうカードかっていうと、ジェムナイト融合モンスターをデッキ融合できるよっていうカードなんですよね、これ。で、ジェブライトにはですね、なんとね、メズ族をね、あの素材にして融合できるなんか謎のアメジスっていうなんか謎モンスターがありまして、で、これとジェブライトモンスタープラスメズ族なんで、これね、デッキ融合で、メズ族プラス、ティアラメンツ落とせるんですよ、デッキから。そうすると、一応アメジスがデッキからデッキ融合できながら、こいつの、まあ、あのアメメイルの墓地に落ちた時とかシーレーンの墓地に落ちた時の効果って融合するから、結局、水族プラス、ティアラメンツで、キトカロスが出るんです。だから、ブリリアントフュージョンイコールキトカロスなんですよ。というわけで、まあ、インスタントフュージョンが規制された結果、ブリリアントフュージョンをぶち込んだらまあなんとかなるんじゃないかと一番初動ですね、これ実質。というわけで、今日はブリリアントフュージョンを、ぶち込んできましたという感じですね。はい、であと、デビルフランケも入れました。はい、これ初動として非常に優秀で、まあ、キトカロスも、もちろん出せますし、デビルフランケンの効果でね、出せますし、あと普通にナチュラルエクストリオとかも出せるんで、まあ、これとても優秀っていうのと、あと墓地に落ちた時にエルフとかで蘇生して動けるので、まあ、ライフなんて5000ライフ払ったところで別に先行で盤面作っちゃえば勝てるんであんま関係ないということで、まあ、一応ね、あの相手の打力でパクられるっていう、まあ、ことがあるかもしれないんで、それだけちょっとケアしないといけないなというのは思うんですが、まあ、十分ね、この1枚は最強です。はい、というわけで、石津カードを減らしました。いろいろ初動とかいろいろいじってる結果、あとちゃんと増字うらら無限保養ぐらい入れたかったんで、ね、あの相手のティアラメンツに一応あらがえるように先行で。はい、というわけで、なんかムドラとケルドだけにして、どうせ石津効果使わないんですよ、なんか相手が石津なんで、大体相手がね、あのランクマンの相手がなんで、ちょっとケルベク、まあ、ケルベクはまあ入れてもいいかなと思うけど、まあ、そのアギドケルベクってなんか発動するタイミングがほとんどないから、あ、間違えた、ケルベクか、これはなんかバウンス効果持ってるの結構強いんですけど、アギドとかね、使わないんだよね、まあ、一応ランク4がしやすくなるっていうのはちょっと若干あるんだけど、まあ、あのない方が、まあ、どうせ使わないんだったら反動死ぬよりももうちょい強いかもになった方が強いかなと思うので、まあ、これとこれだけ入れて、なんかそのケルドーとムドラだけで墓地メタをして、あとは普通にティアラメンツの動きをしていこうという感じですね。で、一応初動がちょっとあの減っちゃったんで、まあ、あのマーレとか入れました。はい、まあ、この辺のちょっと枠はね、まあ、ちょっと大相談って感じなんですけど、まあ、別にキトカロスが出るハンドになればいいので、まあ、貫通札にはならないですけどね、レイノハートと消火器かぶっちゃうんで、まあ、ちょっとそこが問題ではあるんですけども、まあ、マーレから入ってキトカロス出したら一応あのレイノハート持ってきて、でレイノハート出して、まあ、確定でルカロスいけたりはするので、まあ、あの弱くはないかなって感じですね。でしかも水族だから融合サインになるということで、あ、これもそうです、水族だから融合サインになるから、別に手札に引いちゃっても、手札に引いちゃうと一応ブリリアントフュージョンでデッキ融合とか打てないんだけど、まあ、あの融合サインになるんで戻ってくれるんですよね、デッキに、この辺は。なんで、まあ、それも相性がいいなという感じですね。まあ、ある程度やっぱ墓地落とした時にさ、あれなんですよ、水族が落ちないと、まあ、融合サイン足んないことがあるんですよね。はい、というわけで、今回はこんな感じの構築でやっていこうというふうに思っております。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。規制ね、ほとんど意味ないと思う。来ました、最強カード、史上最強カード来ました、ブリリアントフュージョンを発動わけわかんねえ、なんだお前のデッキってなるよな。さあ、意味わからんモンスターと、ティアラメンツメイリューを墓地送って、融合召喚現れろ、ティアラメンツアメジス。やべ、間違えて攻撃表示出しちゃったゴミみたいな
ゴミモンスター攻撃表示出してもた。まあいいか、ちょっと後で融合スターにするわ。で、謎のモンスター2体を使って融合召喚現れろ、ディアラメンツキトカロス最強実質インスタントフュージョンね、これ実質インスタンティングフュージョン。で、手札に加えるカードは別に愚かな服装勘融合取られたところで別に関係なくねえか説あるよね、このデッキ。ぶっちゃけそういうとこないですか。なんかその安定感はまあ確かに下がったかもしれないですけど、別になんかその最大出力は同じみたいなね、今まで通りみたいな、あんま変わってない気するから、なんかこの規制本当に意味あんの。ちょコナミ君にさちょっと言いあの聞きたいんだけどさ、この規制本当意味あんのこれ。ティアラメンツでイノハート落ちて、ハートビーツも落ちて、スクリーンも落ちていく。なるほど、強そうじゃないか。シェイレーン、ハウフにさな、シェイレーンでいいな、シェイレーン墓地を送る。で、はい、いろいろ発動します。なんかいろんなカード発動します。ちょっとチェーン考えます。とりあえずレインのハート沸かせる、無限沸き、レインのハート無限沸き、ティアラメンツスクリームは後でいいな、ティアラメンツシェイレーン効果で、サーチ入れるのを一番最後にするとなんかデッキがシャッフルされていいみたいな話を、あ、逆から、じゃあ逆だったチェーン、まあいいや。で、クライム手段加えていく。で、シェイレーン、あ、すみません、ティアラメンツもうほとんど触ってなくて、ティアラメンツをメタル砲の動画をばっかり作ってたんで、ティアラメンツエアプだったらごめんなさいねちょっとろくにこのデッキ回してなくて、これでいいですか、合ってます。ルルカロス爆誕させる、はい。で、レイのハート出す。で、ハウフニス捨てる。で、ハウフニス効果。ちょ、この攻撃力ゼロのバケモンどかさないといけないから、ちょっとあれか、ドラゴスタペリアが一番いいかな。ちょっと一旦これでちょっとこの人を一回デッキに戻しまして、皆さんはぜひね守備表示で出すことを、おすすめしますはい。で、ちょっと相手ターンにリダンの効果使うのあんま微妙なんで、ちょっと新人出しとくか。これどうせ誘発何も飛んでこないの、これあれでしょ、これティアラメンじゃないの、この環境で全然誘発飛んでこないってことある、どうせティアラメンズだこれ。はい、まあ、一応無限包容ケアでちょっと深淵の効果の発動はちょっと少し待ちますか。はい、でですね、まあ、包容とか一応まあ金敵とかそういうのをケアしながら、あの深淵の効果はいつ発動するかちょっと考えていきましょう。シャドールドラゴン、はい、まあ、多分まあシャドールティアラ、まあ、一応ちょっと、あー、はい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 、はい、あー、なるほど、ケルドゥね、まあ、じゃあケルドゥの効果発動させるわけがないから、まあ、深淵に潜むものを効果発動しまして、もういいですねって、まあ、さすがに打っておくて、でレイのハートを素材に切って、もう墓地の効果使えませんとあ、強っ、あ、それ強っ、なるほど、まあ、それさすがにクライム持ってきてよかったな、危ねえ。でクライム効果、これ破壊できないだっけ、モンスター手札に残るんだっけ、その後みたいな処理は入んないんだっけ、ああ、無理か、オッケー了解。じゃあムドラは手札にいいんだな、まあ、交通号であるか。で、はいはいはい、オッケーですまあこうなるよね、深淵撃たれたらそうなるよね。一応ドラゴンサプライの効果使ってレベル1にしよっか、あんまり意味ない気がするけど、で、あの伏せカードはまあ多分まあ打ってくなかったってことは、まあ多分無限法要とか、まあ、サリークとか、まあ、スクリームじゃねえ、なんだっけ、クライム、クライムかもしれないか、でもクライム今打てないから意味ないか、クライム打てないから、これ召喚ですね、これ誰点足りてる、8000打点足りてそうではあれ、4000、5000、6000、あ、なんか足りてそうだな、あ、足りてるわ、ちょうどじゃねこれ、え、俺の算数能力、これ算数能力神がかったんじゃね、これ1500、2200、3000、これちょうどじゃん、神だ、 OK はい、はい、どうぞどうぞどうぞ、ご自由にどうぞ、ご自由にどうぞ答え合わせあります、
特に弱くなってる気はしません、このデッキ。はい、あーまあ悪くはないさそうなハンドではあるな。ウララ無限あるのは結構でかいとは思う。緊急テレポート、あーいいよ、パンクとかですかね。まあ、ちょっと一回見るか、緊急テレポーター見るか。あーセアミンね、あーオッケーオッケー、セアミンオッケーで、セアミン効果、まあそれもスルーでいいか、まあフォクシーチューンでいいんじゃないかな、多分も打つのは、うらら打つのは多分ここフォクシーチューン打って、まあ、召喚剣使ってやるのか。でもまあでもこれはさすがに、何でしたっけ、ディアノートちゃん出てくるとめんどくさいんで、まあ、チェーンで隠されるし結構めんどくさいから、まあ、これで貫通されても一応無限保有あるから、カオスルーラーだけは止めれるな。はい、で、あ、ディアノート持ってる、くっそ、いや、カオスルーラー止めたら止まんだろ多分。まあ、ジ・アンデッド・ヴァンパイアだけは出ちゃうけど、いや多分ね、これね、割と回答札持ってる系男子だと思うよ俺、これ。さあ、まあ、カオスルーラー、ドヤ顔出してくると思うんですけども、なんか、一時期、これか、こいつが禁止になるんじゃないか説だったよな。おう、まあ、ティアラとかいうぶっ壊れちゃったから、今さらなんかこのモンスターは、あーってなってるけど、はい。で、フォクシチューンを蘇生してくる、まあ、とりあえず、無限法要で、カオスルーラーの効果を無効にさせてもらって、で、あとはもう、墓地肥やしできるとしたら、ジ・アンデッド・ヴァンパイアぐらい。ただちょっと召喚剣使ってないっていうか、まあ、怖いですけどね、相手。はい。OK。もうないです、なんもの。名前です。もうご自由にどうぞ。あともうなんもないです。さあ、ジ・アンデッド・ヴァンパイア？出て聞いた。出て聞いた。さあ、ジ・アンデッド・ヴァンパイアの効果発動。お互いにデッキの上から4枚カードを墓地に送るという効果。お、ティアラ入ってんじゃねえか、これ。お前ふざけんなよ。ああ俺のメール返せ。おふざけんなこいつ。は、納得ができん。いやまあ俺も似たようなデッキ組んでるんで、ちょっとギミックが違えど普通にうざいなこれ。いや強いってその動き。いやカオスルーラーとかジアンデッドしてからさ、ティアラメンツのムーブするのこれ犯罪でしょこれ。俺うららと抱擁打ってますからねこれ今。これまだ俺こう一カロスでぶん回されてるこれ。はマジ納得できないこれ。しかもなんか俺のメイルの効果使われたんだけど、返せマジで。これしかもなんかエルフとかも出てくるってこと。あーエメラルドサートルか。はこのデッキゲロキモなんだけど。一カロス嘘だろ。いやうららと抱擁ぶち投げて一カロス出てくるのないわ。ちょ、それはないわ。ふざけ散らかせ、このデッキ。やばすぎ。やばすぎる。嘘でしょ。いや、でももう結構、あ、でもそうでもねえか。まあ言うて使ってねえな、相手。レイノハート、そうだよな。レイノハート出てきて、で、レイノハートの効果とキトカロスの効果が発動される。え、嘘でしょ。俺、無限法要と、ハレウララとかいうなんか一応そこそこ刺さるカード2発打ってティアラメンツの普通の盤面に展開されるってこと。これもしそれなかったら世界終わってるなこれ。多分明らかにイカれた展開しやがるぜ。あ、黒シープ、なるほど、黒シープシェイレン。やばすぎこのデッキ。このデッキやばすぎなんだけど。ええ？これもしかして深淵ルルカロス、サリークカワイみたいなので終わる？嘘でしょ？そんなことある？バカみてえな。何やってんだこいつ。カオスルーラー、それ蘇生する意味あったの？それ蘇生する意味ありました？一体全体それ何に使うんですか？それそのレベル8のモンスターエクシスになんないですよね。クロシープ、ああ
はあ、なるほど、強いね。いや、強い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 、なんだこれ、なんだこの盤面、ふざけんな。いや、俺2発誘発って挟んだが、どうしてこんな盤面になってるんだ、意味がわからんぞ、まるで意味がわからん、何が起きているんだ今このゲームに。あ、ちょっと強い。ちょっと強いぞ。まあ、そうですね、ペルレイノから行きますか。ペルレイノから行くしかないですね。ペルレイノでシェイレイを持ってくるとこから、まあ、世界は始まると言っていい。で、ペルレイノ効果発動、まあ、一旦これし、あ、はい、これでもう墓地の効果は使えない、墓地効果使えない、ハウフニス効果使うで、ウーサで止められるまでが、一連の流れかな。いや、これウーサ出んの強いね、黒シープ入れておくと。ウーサなんだかんだね、まあ相手の妨害ティアラメンスとか結構モンスター効果使ってくるからだろうからね。まあチェーンで隠されるパターンあるけど、初動は絶対止めれるよね多分。はい、でもちろんデッキから特定のカードを手札に加えていくので、シェイレーンちゃんしか持ってくるもんないですね。で、まあ、一応ちょっとシェイレーンで様子見ますか。これ止めてくるなら別にそれでいいし、ワンチャンエクシーズできれば、あ、無理か、なるほど。アポロウーサーの打点はもうゴミになったので、まあ、これは結構いい仕事してくれたんじゃないかな。これは結構いい仕事してくれたと思うわ。まあシェイレーンビートがここから始まるんじゃない。シェイレーン、これが伝説のシェイレーンビートでいけ。これどっち、これさ、相手のデッキトップ弱かったらなんとかなるんじゃね。これサリーク引いてっからセットして、サリークでまあどっちかの効果無効にして、これでサリーク、シェイレーン墓地を送るから展開していく説は結構あるな。でハーフニスもいる、いや、ただ、ね、意外といける説あるな、これ。まあちょっとドロースフェイズはいいや、相手のトップが何か言われますね。はい、それが問題。レイノハート召喚とかはマジやばい。あれ、なんか弱そうだぞ、いけんじゃねえかこれ。まあ、いなくなったらめんどくさいからさすがにサリーク打つか、まあ、相手もサリーク打ってくるけどな多分。あれば、でモンスター効果発動します。で一応アポロウーサの方の効果無効にするか。はい、ウーサ無効にしながら、シェイレーンを墓地に送りたいんだけど、まあ、その特殊召喚効果ルルカロスが、効果発動してきて無効にしてくる可能性はあるが、それ発動するとファーフにされてくるから、なんか意外といけそう、なんかこれいけそうじゃないこれマジで。あ、サリーク、なるほど、サリーク対象、まあそれいいや、シェイレーンを、あ、これもしかしてアポロウーサ墓地に送るのかな、これ対象座になるとこれ墓地送れないこれ。あ、なるほどね、あー、はい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 、そういうプレイングね。あー、なるほど、そうなるんだ。いや、でもこれなんかあんだけ盤面強さあったのに、なんか知んないけど、なんかいけそうじゃねえかこれ。いけそうな気合あるぞ、ドロー、マーレ、なるほど、ロイヤルマーレちゃん来た。まあ一回マーレからか、いや違う、さすがにこれティアラメンツサリークあるから、ティアラメンツからか。レイノハートな、レイノハート召喚効果発動。さあレイノハートの効果によって、墓地に送りたいんですけども、これサリーク効果で無効にしてくるような効果で、それをサリークで無効にしていく。なんだこのサリークの押し付け合いで、相手のルルカロスを無効にしていく。これでかい、これはでかいぞ、これさっきやられたこと完全に返している、うますぎる遊戯王が。いや、まあちょっと全然なんかあんま読んでなかったけど、墓地送るカードはメイルか。で、メイル効果と、これなんかさ、大暴れできそうじゃね。メイル効果で、レイノハート効果で、レイノハート特殊召喚してハーフに墓地送ればいいから、でルルカロスもあれもう無に帰してるんで、あいつ効果がで、ティアラメンツハーフに墓地送るで、メイル効果でキトタロウを出す。いや、これいけるぞ、これはね、いけると思う多分。なんか知んないけど無限法要とうらら打ったからワンチャン止まってたっていう説ある。これね、キトタロウとね、
ハーフニスだね。で、これ、あ、待てよ。ひらめいちゃった、ピラミキーノしちゃった、自分のこれ破壊したらいいんじゃないでしょうか。これ破壊してシェイレーン持ってきたって焦んじゃね。はい。で、ハーフニス効果、で、もちろん出すのは、タコ。史上最強のタコ。遊戯王界史上最強のタコ。遊戯王界隈史上最強のタコを特殊召喚して、で、ルルカロスは効果で、墓地を送ると戻ってくるんで、まあ、バウンすれば問題ないと。で、キトカラスくんの効果で、まあ、これなんでもいいんだけど、まあ、とりあえず一旦クライブね。で、カレイディングハート効果発動、ちょっと君ならルルカロス戻ってくれる？で、サリーク効果、で、サリークで、しっかりと、サーチを入れる。え、俺、シェイレーンまだ効果使ってないよね多分。シェイレーンの特殊化効果。まあ、シェイレーン持ってくるよね。はい。で、ルルカロスどっか行く。はい。さよなら。お、神。で、テアラメントシェイレーン効果発動する。いけるつ、強い。なんか知らんけど、すごい強そうな盤面をなんか謎に返したぞ。おー、いろいろできた。ハートビーツ効果。ストリーム、スクリームも効果発動。ハートビーツは墓地からトラップ回収。で、スクリームは、デッキから、トラップカードをサーチ。なんか知らんけど、トラップが増える手札に。はい。はい。で、はい。はい。バトルよっしゃーつわなんか知らんけど、勝ったぞ。強すぎる。これが規制されたデッキらしいです。はい。規制って何でしたっけ？やっば。ハンド、今世紀最大に弱いんだけど。ガジェットゲーマー？やばい。なんかディフォーマーでしか見たことない謎のモンスター来た。召喚に成功した時にデッキから引き続くレベル1モンスター。やばいやばいやばい、カードサーチしてないか。おい、お前これ無限迷惑電話、これ爆弾する可能性あるぞ。ディフォーマーテレフォン。はい。ガジェットトレーラー。やばい。やばいことしてる。ああパワーアップ。あー、やばいことが起きました。助けてください、皆さん。皆さん、助けてください。あ、もうこっから入れる保険あります？こっから入れる保険はあるんでしょうか？これでも、キックオ勝負ワンチャン刺さるとかないかな。もうさ、この無限テレフォンループ考えたやつも首でいいよな。うわー、キックオ勝負ケアされたー。キックオ勝負完璧ケアされたー。さ、こいつが中断もおかしいと思うんだよね。魔法トラップは使ってはいけないらしいです。遊戯王カードって3種類しかないんですよ。遊戯王カードって3種類しかないんですよ。まあ、4種類か。通常モンスター、効果モンスター、魔法カード、トラップカード。なんか魔法カードとトラップカードはお前使うなって言われました。はい。おかしいですね。カード4種類のうち2種類は使ってはいけないらしいです。誰が勝てんねん、これ。誰が勝てんねん。マジで。これ何が出てくるやつ？アストラム。いやー、それもそれできっちいわ。それもそれできっちいわ。え、攻撃誘導きつくね。攻撃誘導きつぎ。これベルズビュートルなんとかなるとかない？ベルズビュートルなんとかなる説。1,2,3,4,5 まい、フィールドのカード合計した数が、合計した数より多い場合、同じじゃねえか。同じじゃねえか、これふざけんな、同じじゃねえか。こういう時の、こういう時に困ったらバグースか出せっておばあちゃんが言ってました。はい、はい、バグちゃん、ちょ、なんとかして、バグちゃん、なんとかしてこれなんとかなんのかな。ここでさ、オロフクってさ、なんかトレイク落としてなんかモンスター持ってきたらなんとかなる。いや、めちゃくちゃ粘ったけどね、無理すぎ。勝てん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 。さすがにナチュビパルキオンとかいう最強のムーブやめてくれる。これなんか今後ナチュルとかいうデッキでこれ強化されるでしょ、このデッキ。
無理だわ。あと1個発見があって、普通にアスタルもめっちゃ強いよ。